ロボコップ、ロボコップ、ローボカーップは1987年に公開されたアメリカ映画及びこの映画に登場するサイボーグの名称。殉職した警官の遺体を利用したサイボーグ警官、ロボコップが活躍する SF クッション映画である。主人公は人体と機械を合わせたサイボーグではあるが、物語上、開発した会社の思惑により、ロボという言葉が完成られている。 同じオライオンピクチャーズ配給のアメリカ映画であるターミネーター同様、低予算で作られながらも、興行収入5300万ドルを超えるヒット作となった。本作の人気により、続編のロボコップ2やロボコップ3が制作され、後にテレビシリーズやアニメ、アメコミなども制作された。また、1987年版のリメイクとしてロボコップも制作された。 舞台は、近未来のデトロイト。かつて自動車産業の映画を誇った、この街は、犯罪都市と化しており、巨大コングロマリット企業、オムニコンシューマープロダクツ、オシッピー、通称、オムニ社によって民営化された、警察、警察官から、一般職員に至るまで会社員扱いを含む、街全体が支配されていた。そんな中、オムニ社は、未来都市、 デルタシティの建設を予定してた。都市繁栄のための犯罪撲滅を図るため、オムニ社は警官にとって代わるロボットの開発を進めていた。しかし、オムニ社の副社長であるジョーンズらによって開発されたロボット ED-209 エド2インは、そのプレゼン中に人身事故を起こしてしまい、計画は白紙に戻される。ジョーンズとは別に独自のロボット開発を予定していた。 モートンはこの機械を利用し、その開発に着手する。しかし、開発を進めるには、ロボットの候補となる人間が必要であった。デトロイト市警に配属されたばかりのアレックス・マーフィ巡査は、相棒のアン・ルイース巡査と共に一連の警官殺しにおける犯人にして指名手配中のマフィア、クラレンス一名を追っていたとこ、カーチェイスを経て、 一味の隠れ家を発見して潜入するも自分は捕まり、正社を浴びて斬殺されてしまう。オムニシャは死亡診断が下されたばかりのマーフィの生体部分を部品として利用し、彼をロボット警察官ロボコップとして蘇らせる。驚異的な性能で優秀な成果を上げるロボコップにより、デトロイトの治安は少しずつ取り戻されていく。しかし、 ロボコップ自身はマーフィだった頃の記憶の断片に悩まされ始める。ついには暴走して警察署を後にしようとするロボコップにルイスがマーフィ、あなたでしょうと声をかける。その言葉に動揺して混乱したまま車を走らせたロボコップはクラレンス一味のエールと遭遇し彼からお前か殺したはずなのにと言い放たれる。警察署へ戻った。 ロボコップはエミールのモンタージュ写真からボスであるクラレンスを割り出し、自分がクラレンス一味に殺されたマーフィであるという真実を知ると、一味の取引現場である麻薬工場に乗り込んでクラレンスを取り押さえ、彼の口から一味おかげで操る黒幕、ジョーンズの存在を売る。ロボコップはクラレンスを警察署に預けてオムニ社へ乗り込み、ジョーンズを逮捕しようとするが、内蔵されていた。 オムニシャ役員には危害を加えないというプログラム、オムニシャにとっての暗装置が作動し、動けなくなってしまう。ジョーンズは ED-209 計画を再開するため、警察も牛耳るその権力で釈放させたクラレンスに、モートンを殺害させ、ED-209 や警官隊にロボコップの抹殺を命じる。ロボコップは ED-209 から逃れるも警官隊には、 反撃できず、正車で、満身創痍となったところを駆けつけたルイスに、保護されて逃走したため、ジョーンズは、デルタシティの犯罪利権を見返りとして、ロボコップの抹殺をクラレンスに命じる。クラレンスはジョーンズに調達させた強力な重火器を手に、して、一味を引き、ロボコップがルイスと共に隠れている。鉄工場へ向かうが、彼女の助力で、応急修理を終えた、ロボコップに壊滅させられる。 ロボコップは再びオムニシャへ乗り込み、モートンの抹殺に続いて、ロボコップの抹殺を目論むジョーンズのビデオ映像を、経営陣に見せ、ジョーンズが黒幕である証拠を突きつける。ジョーンズは会長を人質にして、逃走を図るが、会長がジョーンズに、お前はクビだ。と叫んだことで、プログラムの規定が消滅し、ロボコップはジョーンズを射殺する。いい腕だ息子よ。名前は と問いかける会長にロボコップはマーフィと答えると笑みを浮かべながら会議室を後にするのだった。DVD、BD のジャケットにはジョーンズ役が中田和弘と誤職されている。脚本を担当したエドワード・ニューマイヤーは当時ユニバーサル・ピクチャーズの役員であり、毎日の仕事が退屈で仕方がなかった。その時にマイケル・マイナーから ロボット警官の話を作ってくれと頼まれ、気分転換に本作の脚本を書き上げたが、そのタイトルを見たアメリカ中の監督に敬遠されて監督を依頼できなくなっし,しまったため、バーバラ・ボイルがバーホーベンに白羽の矢を立てることになった。当初、バーホーベンはこの脚本を1ページ読んだだけで床に投げ捨てたが、妻からシェイクスピアとは違うけど、 奥が深い作品よと言われて読み進めるうちに夢中になっていき、監督を承諾した。映画制作の際、バーホーベンからバンダイの村上勝氏へ、宇宙刑事ギャバンからのデザイン引用の許諾を求める手紙が送られ、村上が快諾していた。本作の撮影のために、ピーター・ウェラーはパントマイムを特訓したが、いざロボコップのスーツを着用して、撮影に挑むと思うように動けず、 ショックのあまり方針してしまった。仕方なく撮影を延期し、スーツを着用しての特訓が行われた。スーツ内はかなりの高温となるため、最高で摂取46度にも達する。ウェラーは汗もに悩まされるなどの苦労を経験した。またスーツの重量が1 2ラムあり、引用元の宇宙系ャバンは、樹脂に虫という非常に軽量な製作手法である。 装着には10時間を要するという独特のサイボーグ歩きとも呼ばれる歩行はウェラー以外に真似できるものがおらずスタントマンが使えなくなってしまいほとんどのスタントシーンはウェラー自身が演じた映画第2作ロボコップにでのスーツは素材などの見直しと水冷式冷却装置の内蔵を測り前作のものから改良されているまたロボコップにでは ロボコップをより強く見せるため、カラーリングがシルバーメタリックからメタリックブルーへ変えられた。青みがかったボディはスクリーンに映し出された時、見る人に色彩心理学の応用でより洗練されて強力になった印を与えるという効果がある。デトロイトは当時からすでに自動車産業の衰退で荒廃していたため、ロケ地に使われていない。ロケのほとんどは、 未来的な超高層ビルが多く建っていたタラスで行われた。ジョーンズが主導して開発した治安維持用ロボット。読みは、エド 2O9ED は、エンホースメントドロイド、ホーム執行ドロイドの略である。稼働時に発する音声は、本作の制作葬式のジョン・デイビソンが担当している。二足歩行で移動し、武装解除した人間には、 攻撃を加えないよう制御されている。将来的には、アメリカ合衆国陸軍による発注に応えての売り込みも計画されている。両腕には、機関砲、右腕の外側には3本のロケットランチャーをそれぞれ装備している。単純な火力では、ロボコップを圧倒しているが、階段を降りられない上に転倒しても、自力で立ち上がれないな、機動性は著しく、ロボコップに劣る。 2や3にも登場するが、2では、機動性を改善されないまま故障する。3では簡単なクラッキングによって、コントロールを失うといった、相変わらず酷評を誘う一シーンが盛り込まれいる。あまりに激しい暴力描写のため、ヨーロッパでの公開では、映画のレーティングシステムに合わせて、シーン削除が行われた。劇場公開版が102分に対し、 ドイツでは78分というデータもある。一方で、上映禁止指定を回避するため、劇場版では、カットされた以下のような場面を含む、ディレクターズカット版が存在する。書出は、ベイ・ボイジャー社のクライテリオンコレクション LD。日本においてこのディレクターズカット版は、2007年8月発売の DVD、新生アルティメットエディションにて、ようやく視聴化となった。 2007年12月には BD でも発売されたが、劇場公開版との2枚組であった DVD 版とは異なり、ディレクターズカット版のみの収録となっている。テレビ放送用に撮影された別カット版も存在する。日後、流血シーンに再編集が加えられている。公開当時、一見、ヒーロー映画にもかかわらず、激しい暴力描写で、 R 指定を受けたことなどが話題になった。また、純粋な娯楽作品に見える本作の秀逸な設定に多くの SF ファンが唸った。それは、主人公のロボコップイコールマーフィー巡査が、法医学的に死体の状態で、機械的に復活した人間であるというものである。当時は、サイバーパンク系の SF 作品が流行しており、それらのファンから、死を克服したヒーローではなく、 死んだ状態で生前の意識を持ち葛藤しながら戦うヒーローという設定が非常に明快なサイバーパンク的描写であると評価された。劇中においても主人公は機械的に蘇生したわけではなく単に死体の状態での細胞死を迎えていない新鮮な生体部分をロボットの部品として利用されている存在に過ぎない。彼は法的には死体であり。 人権はないと描写されている。劇中に何度か挿入されるニュース番組や CM は、近未来という舞台設定を踏まえた、事件、事故、商品を報じているが単なる未来予測ではなく、代表する車として、CM で宣伝されている車がその後に、悪役の車として登場する、子供っぽい単純な応酬で簡単に、核戦争へと拡大する、シミュレーションゲーム、など、 ブラックユーモアを内包したものも多い。同様のシーンは、同じく未来を舞台とする他のバーホーベム作品にも確認できる。劇中、ロボコップ起動時のメッセージに、MS DOS のコマンド、コムやコンフィグ、SIS という表示が見えるため、ロボコップは MS DOS で動いているらしいと、パソコン雑誌などで話題になった。2018年1月。 続編の制作に関する情報が公開され、2作目以降は考慮せずに1作目と直接繋がる内容となることなどが公表された。タイトルは、ローボ・カープ・リターンズ、監督は、大地区のニール・ブロム・カンプが務める。当初、2010年公開予定で、ダーレン・アロノフスキー監督による 3D 映画としてのリメイクが企画されていたが、 制作スタジオの MGM の財政難、2010年11月に、連邦倒産法第11章適用によって、絶敵となった。しかし、その後にソニーピクチャーズ配給、ジョゼ・パジーリャ監督、ヨエル・キナマン主演によって制作されることが決定した。こちらは2013年8月9日に、公開予定であったが、2012年10月19日には2014年2月7日に、 公開予定へと延期された。なお、世界各国にて IMAX でも同時公開予定である。2013年11月8日には、日本での公開開始日が2014年3月14日に決定した旨が報じられた。ロボコップのデザインは、ターミネーターシリーズや、アイアンマンシリーズなどのプロダクトデザインを担当したスタッフによって改定され、黒を基調とした配色となっている。 ロボコップザアニメーション現代ローボカーップのタイトルで1988年にアメリカのみで放送された。全12話。日本では、玩具メーカーの宝より3話入り、日本語吹き替え版のビデオソフトが全4巻で発売された。テレビドラマ版と同じく人体損壊を含む残虐シーンやロボコップが相手を射殺するシーンは皆である上、ロボコップが ガルーイングドア仕様の特製スーパーカーをパトカーとして運転するロボコップやルイスが光線銃を使う敵としてロボットやモンスターが登場するなどバラエティに富むキッズアニメらしくアレンジされている。なおロボコップの配色は映画版と細部が異なる。最後の敵は宿敵クラレンス映画版そっくりに描かれているである。その他に日本では コミックボンボン増刊号にて4コマ漫画、月刊少年ジャンプで映画のストーリーをアレンジしたオリジナルストーリーによる読み切り漫画が制作された。その他アーケード版などが存在する。FC 版にはデータイースト製の日本版が開発されていたが、中止になり、日本国外版の輸入となった模様。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。